い、本日はですね、北海道旭川市にあるムーンロイドさんで買い物動画をしていきたいなと思います。地図こっちに出てますけども、北海道のど真ん中中のど真ん中のところに、買い物動画わざわざこのために来させていただきました。ではですね、今から入っていきたいなと思います。でね、ムーンロイドさんってあんま知らん方もいらっしゃると思うんですけど、これ聞いたらわかる、ナンガの最強ダウンっていう940フィルパーのダウンジャケットがあるっていうのがあれかって、まあ、僕やったらオレンジのダウンジャケットを着てるんやけど、ここのセレクトショップとナンガがコラボしてるやつやから、ここにしかないのよ、逆に言うと。だからそれをね、見に行きたいなと思います。あ、今日カメラマン嫁じゃなくて弟です。では行きたいなと思います。あ、これを俺持ってるやつ、これ車のやつですよね。そうです。僕はね、なんかミラノなんとかみたいな。あ、なるほど。あ、限定の、はい。で、嫁はこれ使ってます。あ、そのワインみたいなやつ、はい。で、やっぱり大注目といえばあれですね。ちなみに新色とかありますか？新色は今年は今ちょうどこちらですね。あ、ちょっと落ち着いた感じですね。そうなんです。ホワイトレーベルさんってなんかこう派手なイメージなんですけど、結構落ち着いてる感じなんですね。そうなんですよ。去年から北海道の冬の景色をテーマにしてカラーバリエーションを揃えているんですよね。着ちゃってもいいですか？全然ぜひ。ありがとうございます、はい。あれですよね、940フィルパーの。そうです、ハンガリー産のシルバーグースダウンを使わせてもらってます。僕の視聴者さん、ダウン好きな方とか多いと思うんで、はい、フィルパーって言っても結構ピンときはるし、ハンガリーって言ってもいいやつなんやって分かる方が多いと思うんですけど、はい、水沢ダウンもあるんですね。水沢ダウンもお店始めた当初ぐらいからもうずっと、あ、そうなんですね、はい、扱わせていただいてる。ネイビーはネイビーでまたあれですね、こう使い勝手の良さそうな感じですね。そうなんですよね。なので使い勝手とかで言うと、結構このカラーとブラックとかで迷われる方はいらっしゃって、うん、でこれはブラックなんですか？これはオーブラウンっていう、これが2023年モデルの新色になってるんですよね。確かにこれ、こうやって見たら茶色っぽく見えますね。はい。あ、じゃあ結構色味の雰囲気ガラッと変わったんですね。そうなんです、ね、一新させてもらって。 なのでもう完全にもう去年から今年に関してはもう北海道の景色をテーマにしたカラーバリエーションに。じゃあオークブラウンもちょっと着てみてもいいですか？ぜひぜひ。こちらが今ちょっと XS で。 ありがとうございます。羽織るだけ、はい、ご確認いただけるので。色味的にはこんな感じ、はい、ちょっとサイズ合ってないけど、ちっちゃいけど、いわゆるこちらが最強ダウンって言われるモデルのタイプ1のモデルなんですけども、フードがあるタイプですよね。そうです。フードがあって、最強ダウンのシリーズの中でもよりシンプルでスタンダードモデルっていう形ですね。僕はフードなしのやつ持ってます。タイプ3にあります、ね、それですね。それです、それです。こちらのこれのオレンジ持ってます。オレンジ、あ、うんうんうん、YouTube 見ました。あ、まじか、ありがとうございます。めっちゃええやんって言って。ありがとうございます。これはフードがなくて、うん、いわゆるスタンドカラー、はい、ちょっと長めの襟がついたタイプで、うんうんうん、マフラーいらないですもんね。いらないです。本当にマフラー代わりとしてお使いいただけるようにちょっと襟を立てて、うんうん、だってこの裏地とかもね、フリースなってるから。そうなんです。本当に直接肌に触れる部分はナイロンじゃなく、こういうちょっと、いや、わかります、これナイロンでヒヤッてしますね。そうなんですよね。これって綿にこだわってなかったら白ってできひんねんけど、はい、白にしちゃうとこの黒の綿もやっぱ混合しちゃうのよ、はい、なんか見えてきちゃうんやけど。あ、綿がね。そうね、そういうとこもないと白ってできないですね。そうですね、はい。白もこっち着てみてもいいですか？白もぜひ。お客様の中でも、はい、せっかくならということで、うん、普段お持ちいただいてブラックとかを外して、うんうんうん、ちょっとこういうならではのカラーをお選びいただく方は多いですね。でもどう、くすんでんのさ、俺いけんねやろな、多分な。まあ、白は白でも真っ白じゃないですもんね。そうです、はい。真っ白やったらちょっとこうあれかもしれんけど、これぐらいやったら全然。またこういうのが合うんですかね、ブーツにジーパンとか、こういうのが相性いいんですかね。コンセプトとしては比較的デニムだったり、うん、チノだったり、ああ、比較的パンツも選ばずにワンユースで着ていただけるようにはデザインしているので、普段のお客様のスタイルに羽織っていただくだけで、うん、真冬で暖かく。ちょっと店員さんも着てもらって。あ、いいですか。すみません。どんな感じか。ごめんなさい。なんかそんな感じで、カジュアルな格好からちょっと、うんうん、綺麗めな感じですね。綺麗めな格好からでも全然。白ちょっと上品ですね。グレーっぽい感じ。そうですね。はい。ここまで着てたらもうほぼマフラーいらんもんな。いらないですね。ちょっとグレーっぽい感じですね。そうなんです。これがチャコールドラブっていう。あ、いい名前ですね。はい。あ、ちょっとミリタリーっぽい感じになりますね、着たとかでも。そうですね、はい、ちょっとだけくすみのあるような、うんうんうん、はい、だって今パッて着た感じでもどれでもデニム合うから。そうですね、比較的カラーだったりとかも選ばず、ね、はい、で結構その年の新色だったりとかが結構人気だったりとかしますね、うん、ってことはネイビーとか出てたんですか、はい、去年も出てました。
どちらかというとブラックとこういう色味とかはもう本当にあのコーディネートとかも考えても間違いない色ではあるので、まあまあでね、何でもいけますもんね、はい、去年一昨年とかはこういうちょっと定番というか間違いない色を買ったので、うんうんうん、今年はちょっと外した色とかで買いたいな、はい、いいですよね。ご検討される方多いですね。ちょっとあとまたこれも見てみて、はい、ぜひぜひ。これは田舎変えてるんですね。そうなんです。あのこちらがホワイトレーベルも始まって10周年に、うん、あそうなんですね、なってるんですね。で一番最初ホワイトレーベル、南賀ホワイトレーベルを、うん、あの南賀さんと企画させてもらって作らせてもらったのが2013年ですね、うん、あそうなんですね。でその初年度のカラーリング、確かになんかちょっとクラシックな感じしますもんね。そうなんですよ。あの当時のちょっとアウトドアというかを意識したカラーリングになっているので、うんうんうん、じゃあちょっと生地とかも違うんですかこれは。生地がそうなんです、復刻モデルみたいな。そうです、あの、うん、従来あの南賀さんの方で使っている定番のオーロラセックスの生地を採用した、なので光沢があって張りがある、うん、はい、生地になっております。こっちの方も防水でしたっけ、最強の方も。はい、防水透湿プラスあの中の羽毛自体にも撥水コーティングをかけているので、うん、なるほど、こういう感じですね。羽毛自体に撥水のコーティングがかかっているので、うんうんうん、もし万が一中に浸透してしまっても、うんうん、羽毛自体が水を弾いてくれるので傘が、はい、減ることがないんですよね。これなんですか。こちらがそうなんです。こちらが600相当のダウンになってまして、うんうんうん、こちらが当店で使用している940フィルパワーのダウンになってて、これ実はあの同じ 1g ずつ入ってるんですよね。同じ 1g でもこれぐらい傘が出るんですよね、うんうんうん、これがもし例えばジャケットになった場合は同じ 1g でこんだけやったら、こんだけの傘高やろうと思ったら倍ぐらいまたいるから 2g いるよね、はい、重くなるよねってことです。そうなんです。確かにこれちょっと90年代っぽいですね。光沢のある生地なので、うんうん、確かに最強なあっちがちょっとマットな感じだから大人っぽい感じのと、ちょっとカジュアルメインっていう感じですね。そうですね。だからちょっとテカリのある南賀っぽいやつが欲しいんやったらこっちの方がいいかもしれないですね。そうですね。マットな大人っぽいのはさっきの方がいいかもしれないですけど、はい、あでカーディガンもあるんですね。カーディガンも、はい、北海道でも秋口まではアウターとして使えて、なるほど、はい、真冬になってもインナーダウンで切り替えて使われる方はいらっしゃって、これぐらいのめっちゃ使えますもんね。そうですね。なので日常使いでも本当にちょうどよく暖かく使いたいというのであれば、このラインナップで、外にずっとおるんやったらこっち間違いないですね。いやこれもね気にはなってたんですよね、こっちの方も、はい、先ほどの最強ダウンのシリーズがダウン量 240g 入ってる、はいはいはい、対してこちらのフードなしのタイプだと 110g、うん、使ってるダウン自体は940フィルパーの同じダウンを使ってはいるんですけども、うんうん、この上に防風ジャケット着ればまあもう結構あったかいって感じですね。そうですね、はい、これぐらいの一番使えますもんね。そうですね。あとはもう場所によっては脱がなくてもフロントファスナーを開けて、うん、脇下 の、 あのベンチレーションを開けていただくと、なるほど、はい、通勤にもなるので。僕もね大阪市内で地下鉄乗るときとか電車乗るとき最強ダウンもありますよね、ベンチレーション。あります、はい、これ結構開けたりするんですよね。ああそれだけでも全然違いますもんね。全然違いますね。やっぱりこっちの最強ダウン940フィルバー 240g は10万ぐらいですか今。そうです、タイプ1の方で税込み11万ですね。まあでもそれでも海外のとかに比べたら安いですよね。海外のブランドとかってもっとするから。そうですね。僕モンクレール行ってきたんですけど去年20万で買ったマヤってモデルあるんですよ、はい、定番の、はい、今年6万上がってたんですよ、はい、全く同じなのに。なんか、ね、そんなに26万って考えたら今ダウン自体もやっぱり高騰してますので、ね、高騰しますもんね。ただやっぱ町に提案として940フィルパワーのダウンを使ってて、うんうん、かつ 240g 封入してるダウンはそうそうないと思います。大体150とかね160ぐらいが一般的な、ね、はい、ボリュームというか、ね、ちょっとマニアックな話ですけどねやっぱりブラウンなんかな。これでサイズちょっとちっちゃいか、これが今 XS サイズにはなってるんですけど、でも意外と白いけるんかもしれんな。結構どうしても冬になるとやっぱ全身的に、うん、あの暗なりますもんね、トーンが暗くなりがちなので。確かにちょっといつもと違う感じだし、これもサイズはじゃあ普段の南賀さんとあんま変わらへんって思ったらいいですか。南賀さんの、うん、例えばオーロラダウンとかだと、うん、あのサイズが少しゆったりめには作られてるので、なんか変わったみたいですね今年から。そうです、南賀さんの通常のオーロラダウンのマイナス1サイズぐらいで、うん、あなるほど、はい、が、まあ、一応イメージ的にはいいかなって感じ。そうですね。確かにこれはあれですね、サイズ上げても丈に長くなるというか横がやっぱ大きくなってますね、はい、オーバーサイズっぽくなってるから、ね、L の方がいいかもしれないね。じゃあ L ですみません、お願いします。ネイビーの L で。 ありがとうございます。すみません、お願いします。ありがとうございます。ロッキーマウンテンとかがあるからそれが気になってる実はさっきから。これかっこいいですね。ありがとうございます。こちらもあの当店であの別注で
作らせていただいた、ね、見ないですね、ホースハイドの、ホースハイド、はい、もうロッキーマウンテンのベスト持ってるんですけどね、いつ着ていいか分からなくて眠ってるんですよね男っぽい感じやんな。ロッキーマウンテンでオールレザーのダウンジャケットって存在がしない、うん、あ、やっぱないんですね、はい、見たことないですもんね。そうなんで、でコンセプトは1960年代、ロッキーマウンテンがアメリカで誕生した年をモチーフにさせてもらってて、そうそう、バイクとかもいけそうですし、はい、狩猟とか、なんかあんまり手負けたらあかんなと思って負けたんや困難とかな、いけるかもしれんな、はい、オールレザーのジャケットにしてはめちゃくちゃ軽いんですよね。やっぱ風通さないんですよね、レザーのダウンって、はい、めちゃくちゃ暖かいの、ね、かなり暖かいです ね、でこっちはブーツですね。そうですね、レッドイング下2段が全てあの、うん、レディースのラインナップに、こんな夫婦とか、そうですね、まあはい、ピンクもそうなんですか。そうです、これ見ないんですね、あんまり。そうなんですよ、なかなか、はい、この辺の色味、はい、一応セレクトショップであのここまでのレディースのモデルのラインナップが揃ってるのも結構珍しい、うん、確かに直営店とかやったらね、あるかもしれないですけど ね、セレクトでってなかなかないですもんね、はい、パンツもあるんですね。ダウンパンツですか。ダウンパンツの方もある。そうなんです、あの昨年あの作らせていただいた、うん、はい、いいですね、お揃いとかでもできますしね。そうですね、でダウンパンツ、あ、これも別注ですか。これも別注でホワイトレーベルのうちで企画させていただいたダウンパンツ、うん、ですね、従来 の南賀さんでインラインで使われているダウンパンツよりもシルエットをかなりタイトというか、うん、細くなってますもんね、細めで、はい、すっきりしたシルエットにさせていただいて、あの64クロスっぽいあのちょっとしっかりとした、確かに張り越しのあるような感じ、はい、張りのあるような形で使わせてもらってて、うん、これをデニムとかパンツ感覚で履けるダウンパンツっていう提案、うん、だから細身なんです、ね、そうなんです、シルエットもかなりすっきりとさせていただいてて、一回履いてみてもいいですか。あ、ぜひぜひ、デニムを脱いでいただいて、うん、パンツ感覚で履いていただいても、はい、はい、こすごいな、楽屋みたいになってますね広くなっててお客様でも結構こう夫婦様とかお連れ様で、あ、確かにいいですね、はい、あのね、これいい感じになってますわ、太くないね、はい、僕インラインも持ってるんですよ、焚き火シリーズの、はい、ちょっとね、ごつくて、はい、まあなんかパンチーパンの上に履くみたいな感じで履いてたんですけど、はい、これ確かにそのままいけますね。そうですね、デニム感覚で履いていただいてっていう形ですね、うん、いいですね、はい、これちょっと今ブーツ履いてるからあれかもしれないけど、こんな感じ結構いい感じじゃない、はい、裾もちょっと絞らせていただいて、テーパードっぽい感じですもんね、はい、こちら今 M サイズになってますね、パンツの横の側面の縫い目をなくしてるんです、はい、シームレスですね。そうなんです、縫い目のところってダウンが入れれないんですよね。なるほど、で結局確かに一番こう風とかが当たりやすいこの外側の側面アウトシームがコールドスポットになってしまうので、よりコールドスポットを抑えるのと、あと縫い目がない分あの変なシワとかもなく、ストレートにまっすぐ綺麗にシルエットが落ちてくれるので、めちゃくちゃ細かいところまでじゃあそうやって考えられてますね。ちょっと黒も一回履いてみて、黒もはい、ぜひ、意外とブラウンの方がいいかもしれない。これあのサイズちょっと上げてます、 L です、これ L だから普通のダウンパンツになっちゃった、綺麗さがなくなっちゃった、細く作ってんのにわざわざ上げる必要はなかったかもしれない俺は。じゃあ僕ブラウンにします、すいません、ブラウンの M とこれでお願いします。あ、こちらでありがとうございます。もうもし仮に迷った場合はあの試着室が和室になってるからちょっとお茶でも飲んでそこで考えてもらったらゆっくりはできると思う、ね、一緒に悩ませていただいて、値段も結構するし、そうですね、はい、ちゃんとねこうやって寄り添ってくれる人がいてるから、僕の動画はあくまでへーで見とってでちゃんと寄り添ってもらえる人に寄り添ってもらって購入するのがいいかなと思いますありがとうございます。じゃあそれでちょっとお願いします。 ありがとうございます。一回ちょっと着させてもらおう、はい、これちょっと今 S サイズになってるんですけど、どう、ない方がいいかもね。多分 M ですかね、サイズ。M やろな。M がおそらくいいかなと思います。はい。M の後ろで。M の後ろで。一応サイズ M も。すごいな。M 早いんや。M ちょっとサイズ感確認して。早いんや。俺あんだけ時間かけたのに。だからくすんでくるとあかんな。色合いがね。うん。似合ってないな、その色は。やっぱ M やね。M ですね。M の後ろで。M で。はい。はい、ということでね、行かせていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。あの僕よりも早く弟が決めちゃってもパンパンと決めちゃったから、買うのって言ってやれたのに買うっていうことになって、先も会計してね、今から買えるところなんですけども、弟が M サイズを購入して僕 L 買ってるので、まあそのサイズ感の比較とか、まあ、取れればいいかな。あと思うので10月頃に届くっていうことやったんで、そこからまたレビュー撮ろうかなと思ってますので、また皆さん楽しみにしておいてください。途中でも言ったんですけども、まあもしサイズ感気になる方は電話してもらったりとか、あとインスタグラムも下貼ってますので気になる方はね見ていただければということで、本日はですねムーンロイドさんで買い物してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。